はい、こんにちは、ちーと申します。今日は久しぶりにしまくりの動画を作ろうと思っています。で、現在ここで、住宅街を作ってるところなんですけれども、その住宅街からの延長で果樹園を作っていこうかなと思います。で、昔果樹園の動画を一度出してるんですけど、その時は島の入り口に果樹園を作っていましたが、まあ、今回は島の奥の方に果樹園を作っていきたいなと思っています。で、その現場なんですけれども、まあ、今この辺住宅街はこんな感じで作っているのですが、はい、この住宅街の奥、ここに今グミちゃんのお家があります。で、グミちゃんのお家の横にちょっとしたカフェスペースを作っていまして、で、リンゴを少し植えているんですが、ここからのこの延長線上ですね。この辺に今土地が余っているので、ここをずっとちょっと崖を追加していって、ちょっとした果樹園にしていけたらいいかなと思っています。はい、では早速しまくりスタートします。はい、で、まずはここに崖を続けて作っていきたいかなと思います。なので、まあ、一旦ここから延長、違うよ。延長をしていこうと思います。今ここ崖を追加してたんですけど、やっぱりやり方を変えようかなと思い直しまして、果物の木をこの一段下がったところに植えて、周りをちょっと歩いていけるような感じにしたくなってきたので、ちょっと思ってたのと違うんですけど、少し形を変えていこうと思います。いや、狭いかな。なんか狭い気もするな。どうしようかな。植えたいフルーツは1、2、3、4、5、5種類で、でもまあ、リンゴは最悪グミちゃんのお家の横にあるので、4本植えられればいいかな。はい、とりあえずスペースを取って、穴を4つ開けて、まあ、ここにフルーツを植える想定です。で、現在、しまくりで、あんまり階段を使ってないので、ここに階段を設置してもいいかなとは思うんですよね。もし設置するとしたら、奥に降りるような形で設置したくて、そうなると、こういう感じかな。あ、でも左右対称がいいですよね、これは。この白いところに階段を設置するとすると、これをちょっと、少しずらしましょうか。はい、これで一旦スペースを取りました。木を植えるスペース、階段を設置するスペース。ただ、ここに階段を設置するとすると、ここはちょっと狭いので、もう少し崖は必要になってきますね。土地を整えていきましょうか。はい、細かいところは作りながら直していくとして、今のところちょっとここを少し崖を足してみました。で、あとは下のこの段に、果樹園を作っていくんですけれども、なんとなく私の果樹園のイメージは、下が黒土の道が敷いてあるイメージなので、ちょっとしまくりで道を敷いていきます。はい、一旦黒土の道を敷き終えたので、フルーツも植えていきましょう。ここにオレンジを植えて、ここにサクランボ、そして桃、で、梨ですね。ちょっとリンゴは植えられませんでしたが、まあ、一旦こんな感じでフルーツを4種類植えました。で、あとは奥の海側ですね。海側に柵を立てていきたいんですけど、ちょっと悩みますよね。黒土の道に立てるか、それとも岩場のところに立てるか。まあ、岩場がちょっと出っ張ってるので、岩場でもいいかな。少しこの辺に柵を立てていきましょう。はい、柵を立てるとこんな感じですね。まあちょっと一部崖がないので柵を立てられないところはあるんですけれども、まあそこは各自落ちないように気をつけてもらうとして、一旦これで柵を立てた感じになります。で、あとはここに階段を設置したいので案内所に行きましょう。はい、ということでここに決めちゃいます。はい、ということで階段が設置されました。で、あ
後は続きをやっていこうと思います。で、続きなんですけど、まあここ周りに木を植えて真ん中がぽっかり開くので、ここに何か置きたいなっていうのと、果樹園の周りちょっとしたイートインスペースとかそういうのを作っていけたらいいかなと思っています。ここに丸太のラウンドテーブルを置いて、で、あとは椅子をちょこちょこ置いていこうかな。こんな感じでちょっと椅子を置いていこうかなと思います。あとは果樹園といえばどこかにサイロを置きたいんですけど、なんか置けそうな場所がパッと思いつかないんですよね。やっぱり崖の上にサイロを置くとちょっと邪魔ですよね。圧迫感がすごく出ちゃうので、どうしよう、サイロを置くスペースだけちょっと崖を削るとかもありかもしれないですね。はい、ということでちょっと崖を削ってサイロを1段目に置いてみました。まあ、こっちの方がしっくりくるのでこれで進めていこうと思います。風車とかも多分置いたら雰囲気が出るかなと思って持ってきたんですけど、左側ばっかり補強されていきますねこんな感じで風車を手前に一つ置いてみました。崖上にも少し木を植えますか。せっかくなので果樹園をもうちょっと広げていきましょう。ちょっと今収納を確認した時に、梨とリンゴが収納の中で結構数が少なかったので、この2つを崖上に植えていこうと思います。あとは果樹園までの道なんですけど、まあ組木の道とかで道を敷いていこうかなと思います。あんまり使わない道なんですが、だからこそこういうところでちょっと使ってみようかなって思いました。ちょっとリンゴの木に隠れて分かりづらいんですが、この辺から果樹園への道をつなげていきます。はい、それで今こんな感じで道を敷き終わりました。そこそこのスペースがあるので、ここにイートインスペースも作っていきたいなと思います。まあ、とはいえ崖があるので、まあ、落ちないように、まあ、ここには柵を立てていきます。果樹園を眺めながら食事ができるイートインスペースということで、手前側にこんな感じでテーブルと椅子を並べてみました。まあ、完全な左右対称ではなくて、ちょっと変化をつけるために右側は樽をあえてテーブル代わりで置いています。あとは空いたスペースをなんとかしたいと思いますが、ちょっとまだ何も考えてません。この辺とかですよね。やっぱり西部の街並み置くと雰囲気が出ると思うので、これは置いていきましょう。で、果樹園の近くでなんかキッチンとかを置いて調理するスペースを作りたいので、ここの M サイズの木やめますか。ここを低木に変えて、はい、とりあえずここどうしようかなって言ってたところなんですけど、こんな感じでカントリー家具を中心にいろいろ家具を置いてみました。で、色味は合わせて同じようなカラーでまとめてみた感じです。で、この辺にちょっとカントリーなクローゼットとか置いてあるんですけど、まあ、手前側ちょっとウッドパーテーションで隠すことで、真横から見たらまあクローゼット感は薄れるんじゃないかなと思って、まあ、ちょっとした調理場でなんか調理器具とかがいろいろ収納されてるような家具っぽく見えたらいいなと思ってこんな配置にしてみました。で、テーブルの上の小物とかはまたこれから置いていこうと思います。こんな感じでちょっと小物をいろいろちょこちょこ置いてみました。あとはフルーツの木がまだ完全に成長していないので、しっかり成長させてその後周りをいろいろ調整していこうかなと思います。
はい、いい感じにフルーツが成長したので、また続きをやっていきましょう。で、とりあえず今この崖上からここ階段下の崖下にかけてを果樹園として作ってるんですけど、手前側が結構ここスパッと切れてて不自然なので、ここもちょっと調整していこうかなと思います。こんな感じでベンチブランコでぐるっと周りを囲ってみました。まあ、もちろんこれだけだと見栄えが全然良くないので、あとはこの周りに広葉樹をどんどん植えていこうと思います。はい、あれから作業をして今はこんな感じになりました。果樹園の手前側なんですけれども、一番奥にベンチブランコをずらっと並べて、その周りをさらに広葉樹、そしてそれ以外のいろんな緑色のアイテムをいろいろ並べたような形になっています。あとは右側にちょっとだけスペースが余ったので、まあサイロとかも置きつつ、こんな感じでスペースを埋めてみました。一番手前はちょっと埋まってないんですけれども、まあこれは今後のしまくりで埋めていくとして、とりあえず果樹園側から見て手前の余白は気にならないような状態になりました。はい、果樹園側から見るとこんな感じです。手前の余白はもうこれでだいぶ埋まってるかなって感じですね。さっき向こう岸から見た時はちょっとスカスカかなって思ったかもしれないんですけど、果樹園側から見ると結構ぎっしりこの辺緑で埋まってるので、このまましまくりを続けていこうと思います。そしてあと考えなきゃいけないのはこの辺りなんですよね。この辺りがちょっとだけ空いちゃってるので、まあほぼほぼあとここを埋めて完成になるかなと思います。以上で、果樹園のしまくり8が完成になります。あとは完成したところをお散歩して見ていきましょう。